ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんだ、ナックルシティに行くにびっくりした。これはこれは、そしてぶつかっていく。あ、なんか見たことある。とても強そうなダストラスが現れた。とても強そう、大丈夫か。何レベル？レベル36。これは捕まえていくべきやろ。クイックボール。投げる隙のある相手ではない。なるほど、そういうこと。ボールを投げる隙もない相手を簡単に弱らせることもままならず、結局。もう一回ぐらい。なぜ仕留める？なぜ仕留める？おい。いや、レベルが上がるのはいいけれど。またね、ちょっとレベルも上げながらいかんといかんなとは思っているのだけれどね。この辺多分柱上がってないけん、ワットだけ手に入る。イエーイ。行くのはどこなんやろ？この橋を渡っていけばいいってこと。ミロカロコ来た。ワイルドエリア。ミロカロコやって。お、これ。あの、何かしらの進化系じゃない？ふわっとした表現である。何か忘れたけど。野生のレパルダス。ふわっとした感じでしか覚えてない相手だが、なかなか手ごわく、破刀棒は瀕死の状態になるわ。あられで、敵の体力も必要以上にどんどん削られていくまで大苦戦である。イチャモンつけないで。あ、でもでも次のあられどう？おお、ギリギリよ。ちょっとめっちゃギリギリよ。耐えて、逆に耐えて。ちょっと、はい、スーパーボールいけるやろこれで。てか、これでいけんかったらもう無理やけん。絶対あれ体力1ぐらいやけん。おっしゃ、来た。よかったー。欲しかったんや、この子。お、オンバットがレベル22。そしてラビフットレベル35。ふぅ。あ、ラビフットが、ついに最終形態や。おや、ラビフットの様子が。最終形態、最終形態。おお、めっちゃスマート。いいやん、おめでとう。ラビフットはエースバーンに進化した。燃え盛る炎のような耳やね、形的に。エースバーン、ストライカーポケモン。ストライカー、小石をリフティングして炎のサッカーボールを作る。鋭いシュートで相手を燃やす。へえ、そういう感じの技があるんかな。あ、これか、火炎ボール。さあ、どれを。まあ、そこは、頭突きかな、やっぱり。よし、これで。1、2の保管。エースバーンは頭突きの使い方をきれいに忘れた。そして、新しく火炎ボールを覚えた。どんどん強くなってく。やったね、最終形態。そして レパルダスのデータが新しくポケモン図鑑に登録される。レパルダス、冷酷ポケモン。美しい毛並みとスタイルに惑わされがちだが、気まぐれで凶暴なポケモンなのだ。でも可愛いから許す。可愛いは正義です。全然良きです。いいね、いいね。回復したいな。あ、なんか光った小さなキノコ。てか回復したいんだって。私、この子誰？不安定かな。え、違う、誰？野生のバニプッチが現れた。可愛いんだけど。レベルを上げようとレベルの低いポケモンを多く手持ちに入れておいたため、可愛い見た目と裏腹にレベル差があるため、次々とやられていってしまう。ちょ、待って、それ以上減らせないから。それ以上減らせないから、お願い捕まってくれ。来い、おっしゃー。自分よりはるかにレベルが上だとちょっとあれかな。空気を読んで、ふう、なんとか。バニプッチのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。新設？バニプッチ新設ポケモン。暑い土地では暮らせない。冷気を吐いて雪を降らせて積もった中に潜って眠る。あ、新設ポケモンってあれか、優しいとかそういう意味の新設じゃなくて、新設？深い雪って書いてる新設かな。ひらがなだとよくわからんね。でも多分そっちやね。タイプ的に。よし、それじゃあちょっと私は一回回復してきます。ちょい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 、ほい、回復してきました。
回復してきて、プラススーパーボールも買ってきた。10個ほど。あ、これ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 。ほら、めっちゃ歩きよる。超歩きよる。かわいい。野生のチョロ猫。めっちゃかわいいよ。欲しいよ、この子。クイックボールいけるかな。なくなりそうやけど。よっしゃ、いけい。二足歩行で歩きよる感じ超かわいい。速攻やん。速攻やん。やったね、チョロ猫捕まえた。イエーイ。お、ニャースのレベルが23に。じゃあこれであれか、進化前進化系揃ったんかな、チョロ猫は。チョロ猫昭和ポケモン、最悪やん。困った姿を見るために人のものを盗み出す。クスネとはライバルなのだ。あ、クスネってそういうことか。人のものをクスネるってこと。あんな可愛い顔して。よし。じゃあ、いい感じに。なんかこの辺、バニプッチだらけじゃない？バニプッチしかおらんくね？チョロ猫もおるけど。よし。ってことで、そろそろあれかな？バニプッチとチョロ猫めっちゃいっぱいおるな。この橋を渡っていけばいいんかな？進んでいきます。お、誰？どうも。橋を渡るとすごいぞ。何がすごいって、生息してるポケモンの強さがすごいんで、マジで、ここよりもやばくない？ジンバッジをいくつか持ってないと捕まえるのは無理だろうな。ってことはレベル35以上ぐらいのがおるってことか。うようよ。やばいやばいやばい。エンジンリバーサイド。ワイルドエリアのエンジンリバーサイド。カビゴン。カビゴンが歩いてる。あっちのあれは何なんやろ。ちょ、待って、キノコじゃないわ。木の実欲しい。よーし。じゃ、いっぱい揺らして、落としていこう。あい、なんかポケモン来た。かわいい。野生のチェリンボじゃない、チェリンボが現れた。よし、これは捕まえていこう。いけるかな、クイックボール。今んとこフレンドリーショップはなんかモンスターボールとスーパーボールしかなかったんやけど、この辺の特別なボールはやっぱり、あれなんすか、もらうことしかできないんすか。クイックボール結構好きなんやけどな。役立つんやけどな。はい、来たチェリンボー。サクランボポケモン。栄養の積もった玉は鳥ポケモンの大好物。怖い。ついばまれないよう逃げ回る。かわいそう、なんか。辛いね。でもこの辺はもういきなり、タンガの実。なぜタンガの実だけ取ってったの？どういう効果があるんかよくわからんけど。よし、進んでいこう。ごっついね、君。ひえー。いろいろと。とても強そうなドラピオン。とても強そうらしいよ。めっちゃ強いやん、やば、逃げよう。って、レベル40。野生で40はやばい。カビゴンは？ねえ、そこ行くカビゴンよ。君はどうなの？とても強そうなカビゴン。この辺のポケモンはあれか？もうみんなそういう感じなのか？レベル36、ちょっと辛い。ちょっと辛い。なるほど、この橋の向こう側。きついっすね。この橋の向こう側みんななんかきついっすね。非面化や非面化。見慣れた頭。じゃ、とりあえずもう、まっすぐ次のナックルシティやっけ？ナックルシティを目指して、ま、トレーナーがおれば戦うぐらいの感じにしよっかな。何あれ何あれ何あれ。なんかよくわからんポケモン出てきた。回転しよってんやけど、不気味。超不気味なんだけど、何？え、怖い怖い怖い。怖い、人みたいな。え、てかどこに行けばいいんだろうか、これは。え？目指すべきはどこですか？あれかな？いや、違うんだよ。ちょっと待って。いや、まあ、チャリに乗ってもいいんだけど、タオルマップ。目指すべきは、あ、これか、旗が立っとる。ナックルシティ。どっちの方向向いてるかがわかんないんだけど、こっちの方向でいいんかな？
びっくりした。橋のマハラッパ。なんかいろんな場所行きよるけど。まあ、でも、とりあえず、あれかな？まっすぐ行った先にある。野生のアブリーが現れた。この子はそんなに強くない。そして、捕まえられるかな？クイックボール。あと2個しかないんだけど。いけるかしら。来いよ来いよ。お、来る。おっしゃー！あと1個や、クイックボール。クイックボールを使ったら必ず捕まえられるとかにしてくれんかな。それではマスターボールの存在価値がなくなります。この子進化するよね。分からんけど。アブリー釣りやぶポケモン。花粉や蜜が大好物。ヒメンカの花粉を狙ってアブリーが近くを飛び回る。めっちゃ狙われよりやん、ヒメンカ。よし、行きます。なんかスカート履いてるみたいやね。びっくりした。やめてや。ちょっとめっちゃ猛スピードで突っ込んでこようとするやん。まっすぐもやろ今の。おい、びっくり。これもしかしてこれ星ガリスの進化系じゃない？違う？こんな感じじゃない？あ、多分そうやん。とても強そうな欲張りしやって。なんかちょっと おじさん味が。あのなんか愉快なおじさん味が。いやー、しかしとても強そうならやめておこう。とりあえずちょっと待って、木の実取りまくっていこうっと。よしよしよし、木の実も取って。おう、おお、欲張りす出てきた。欲張りす出てきた。今私ね、何？コシガリスを進化させたくってさ、手持ちに入れとんやけど、ここで欲張りす捕まえたら、もう、ね、図鑑、登録されるよ。お、来て。はい、来たおじさん。欲張りすゲット。やったね。お、みんなレベルアップしていく。いいやん、いいやん。どんどんレベルアップしてって。お！お？波頭棒？おや、波頭棒の様子が。ってことは3段階目。これでラストか。どんなん？なんか、剣ホロー。剣もホロロとかそういう感じ。波頭棒は剣ホローに進化した。なんか見た目、そこまで変わらんね。まあ、ピジョンピジョットもそんな変わらんか。ケンホロープライドポケモン。あ、プライド高そう。高い飛行能力を持ち、メスは持久力に優れる。飛行スピードはオスが勝る。じゃあその辺でなんか個体差というか数値が違ったりするんかな。オスメスで。欲張りす、なんかいいな。なんか顔いいな。欲張りす、欲張りポケモン。尻尾に木の実を溜め込む。え、尻尾に溜め込みすぎてポロポロこぼすが鈍いので気がつかない。なんかあれじゃない、ゼルダ夢を見る島のさ、タリンに似てない？こんな感じじゃなかったっけ？いいわー、かわいい。あー、一つ残らず、なんてこと。欲張りすなみに欲張るからです。よし、行きますか。え、てかめっちゃ、でかくない？ナックルシティでかくない？なんか、中心、この世の中心みたいな感じなんかな。お、サイドンやん。サイドンとかなんか久々に見た気がする。どこ行った？おったおった。強いかな。ああ、とても強そうなサイドン。やっぱ昔ながらのポケモンが現れたらすごい安心感はあるよね。強いけど。強いけど。でも見かけたってことでとりあえず図鑑には書かれるはず。あれか。へえ、びっくり。ウソッキーはもう持ってるんだ。え、これどうやって上に上がるんやっけ？アユナの特性、迷子が発動しかけたが、
新しく覚えた技、地図を見るを使いなんとか到着。たどり着いたよ。さっきからめっちゃいろんなポケモン出てくるんやけど、ラフレシアってこんなちっこいん？マジで。もっとでかいと思っとったんやけど。く、とても強そうなのかよ、おい。でもケンホロいけるんじゃない？今のジムバッジでは、レベル35までのポケモンしか捕まえれないことを忘れて、レベル41のラフレシアを捕まえようとするアギナ。プじゃない、スーパーボール。捕まえれないの？マジで？いや、捕まえれようよ。レベル40以上が捕まえれんってこと？もしかして。ふざけんなよ。ふざけんなよ。ここまで来て。なるほどね。捕まえさせてくれないのか、つらい。やっつけるしかないやないか。レベル上げにしか使えんってことやね。なるほど、なるほど。ダメ押し。ダメ押しはどんな技だ？すでにダメージを受けていたら技の威力は2倍に。とりあえず、ひっかくを忘れさせようかな。ダメ押しなんかレオなんちゃら。あの子が使いよらんかった？星ガディスレベル23。まだレベル35ぐらいまでじゃないと捕まえれんってことかな。どう思う？ちょっと待って。よいしょ。おお、自転車じゃないか。ロトモラリーというそれは素晴らしい遊びがあるんだよ。よければぜひ参加してくれ。何をするのかね。何？てかこんなところでイメチェンできるの？スピードアップ？何ができるの？自転車をパワーアップすればさらにチャージが速くなるぞ。1000ワットいるけどやるかい？いや、いいよ。そこはパワーアップしてラリーをした方がいいのでは。どこまで行くんだい？木箱東、集いの空き地160。集いの空き地ってあれやろ、最初に出発したところやろ。絶対そんな早く行けんと思う。木箱東がどこかちょっとよくわからないんだけど。大きな風船を取りながらゴールを目指してくれよな。ミニゲームや、ミニゲーム。ねえ、ゴールどこ？これ辿っていったらいいんかな。ひえ。あ、これどんどんスピードが上がっていくやつ？てか、野生のポケモン出るんかーい。あ、これ多分あれやない。時間が、動く。あ！これがスピードが上がって、ちょっと、邪魔。これが多分時間がプラスされる。15秒プラスされた。めっちゃプラスされるやん。ねえ、どこ？ねえ、木箱東どこ？なんか、リタイアしないけど。リタイアしないけど、木箱東どこ？これじゃないの？違うの？もしかしてこれがゴール？違うんだって。違うの？ねえ、どこなの？この下？あ、なるほど。ポケモンたちは障害物なのか。戦うわけではないんやね。へえ。あ、プラスしたい。早く。あ、参加賞みたいなのもらえるんや。なるほど。ってかその場に放置ですか？やめてよ。元の場所に戻して。そんな都合良くないようです。元の場所に戻して。じゃないとほら、せっかくあの場所までたどり着いたのに私迷子になってしまうじゃないか。さっきいた人は？あ、いた。何をするのかね。まあ、こんなところからでもロトムラリーができるの？あ、ここからさ、あれじゃない？あっちに戻っていくとかいうことは。わからない。ナックル丘陵、どこだ？どこなんですかね。あの上ってことかな。30秒短いし。ちょ。これは後ろから風船が来て、くっそ来てくれね。避けていくんかい。この辺じゃないの？てかさっきのところじゃない？ゴール。違う？ほら、ナックル丘陵やん。ワイルドエリア。これで、戻っていくことが。やったー、ゴール。よかった。よかった。巨人の帽子、ナックル丘陵。とりあえずさ、場所の名前がわからんと意味がわからんのよね。ゴールだ！よくやったぞ！また挑戦してくれよな。素晴らしい！ロトムラリー初めてのゴールじゃないか。記念にこれをあげよう。おお、技マシン14、電磁波を手に入れた。やった。
弱い電撃を浴びせることで相手を麻痺状態にする。もらえるワット数は結構小さいんだな。はいはい、今日もとっておきの 食材取り揃えてるよ。あ、この人か。なるほど。明日も来てくれよな。入れないの、もしかして。ジムチャレンジャーの方ですね。ジンバッジを確認いたします。草バッジ、水バッジ、炎バッジ、エンジンシティを含め3人のジムリーダーを撃破。さらに勝ち続けてください。お、あなたでしたか。ホップ君は来ませんよ。聞いてないけど。何、やっつけたの？だってそうですよね。あんな惨めな負け方をすれば、推薦してくれた人に申し訳なくて辞退しますよ。やられたんかい。ほら、僕が勝ち得たジムバッジをご覧なさい。なんで上からやね。ビート選手、確かにジムバッジを確認しました。顔見て名前わかるんや。それでは僕は委員長と約束があるので失礼しますよ。わざわざその発言いらない。いちいち突っかかってくるよね。てかなんか着とる服とかさ、めっちゃなんかナルトに出てきそうじゃない？よし、私も進んでよろしいのね。ワイルドエリアを通り抜けてナックルシティに到着しました。ここが二つ目の大きい街ってことか。エンジンシティもめっちゃでかかったけど。うわー、やべえな。やべえな。なんかすごー、要塞みたいやね。超巨大なお城やん。怖い。目からビーム出そう。これもポケモン？何のポケモンか知らんけど、ドラゴン系かな。ん？オリオ、オリオ。ローズ委員長、願い星もジムバッジも順調に集めています。願い星も集めるのね、やっぱり。さすがね、ビート選手。委員長に選ばれたことを忘れずに励んでいるようね。というか、むしろそのことしか気にしてない感じ。相変わらずなんか、観光ですかって感じの格好やね。こんな格好の観光客は見たことがありません。願い星がたくさんあれば、委員長を煩わせる悩みが解決するんですよね。いや、私の問題ではなく、ガラル地方の未来のためだよ。それに、願い星だけではなく、チャンピオンのように強いポケモントレーナーも必要さ。お言葉ですが、チャンピオンが推薦したトレーナーの一人、ホップには実力の差を見せつけました。僕ならチャンピオンにも勝ちます。勝ってみせます。なんで負けてんだよ、ホップ。いいね、みんなで競い合い、ジムチャレンジを盛り上げてよ。ビート選手、話したいことがあります。ちょっとよろしいかしら。ん、こっちを見ている。見つかった。なんかすごく話しかけてほしくない感じの格好なんやけど。アイナ君、話は聞こえていたかね。まあ、君も知っているように願い星はダイマックスバンドにも付けられている不思議な石。願い星にはポケモンを巨大化させるだけではない、エネルギーを秘めているんだよ。詳しいことが知りたければスタジアムに行くといいよ。いや、もう今すぐ来るべきだよ。ガラルのエネルギーについて教えるからついてきなさい。拒否権なし。ほい、ということで、めっちゃ遠いな。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことはホップはまだこの街にはたどり着いてないってこと？コテンパンにやられて。じゃあこの街のジムでは先に戦いが終わっとることはないんやね。